ピースのヤロスワ・フカチンスキ投手と並ぶシドゥーベアタ・マリアシ指導。1963年4月15日隊はポーランドの政治家。2017年12月11日より同国副首相。2015年11月16日から2017年12月11日まで首相を務めた。法と正義の副党首として大統領選挙。 総選挙の二つの選挙を勝利に導いた。彼女は、エバコパチマイ首相に続く、三人目の女性首相。女性同士の首相交代は初めて、ベアタシド王とも書かれる。一部の報道では、ベアタシドは、アと表記された。オシフィエンチムで生まれ、ブジェシチェ近郊で育つ。彼女の父は、同地で炭鉱夫をしていた。一九八九年、クラックフのヤギエオ大学の、 哲学歴史学部博士課程を修了。その後、クラクフ市歴史博物館のアシスタント、ブジェシチェ文化センター長等を歴任。2001年には、クラクフ経済大学の行政マネジメント課程を修了している。1998年35歳の時、シドゥはブジェシチェの町長に当選。2005年9月25日には、 ピースの候補者として12府シ社ヌフ選挙区で14,447票を得て、会議員に初当選。2015年6月20日、ピースの党大会で、主流は2015年の総選挙の首相候補に指名された。総選挙で、彼女の党は37.6%の得票を得て、与党市民プラットフォームの24.1%を上回り、 上院会員の両方で過半数を獲得。2015年11月16日、アンジェル・ダ大統領により、エバコパチの公認の首相に任命された。2017年12月7日に議会に提出された内閣不信任決議案は、賛成168票、反対239票、危険17票で否決されたものの同日中に辞任を表明し、12月8日に、 津田大統領は、マテウシュ・モラビエツキ財務大臣に組閣を要請した。12月11日、モラビエツキ内閣の副首相に就任。エドバルト主流と結婚。夫婦には二人の息子、ティモテウシュと、ブワジェインがいる。ありがとうございます。